マイク・マイニエリマイク・マイニエリは、ニューヨークのブロンクス出身で、ジャズ・フュージョンで活躍する、ビブラフォン奏者。NYC レコードの設立者でもある。ジャズ界では少ないムッサー・グリップの奏者。ムッサー・グリップの弱点を、エレクトリック・アタッチメントの併用で克服した、シンセバイブの第一人者でもある。代表作にアルバム、ラブ・プレイがある。百三十八年七月四日に、 ニューヨークに生まれる。12歳よりビブラフォンを学び、14歳でプロデビューしている。バディリッチのオーケストラに参加し、知名度を得た。1961年度のダウンビート市の批評家投票で、ビブラフォン部門の新人賞に選ばれる。同年、長期に及ぶ国務省派遣ツアーに参加するが外地で病に、不支援奏活動の中断を余儀なくされる。このブランクの後に、 初リーダー作、ブルース・オン・ジ・アザーサイドを発表。この作品は長らく廃盤であったが1999年に復刻リリースされている。キャリアのほとんどでニューヨークを中心に活動しており、1970年代初めにはブレッカー兄弟やスティーブ・ガッド等と共にニューヨーク派フュージョンの先駆的グループホワイト・エレファントを主催していた。このグループは、 流動的にメンバーが入れ替わるセッション的な活動を行っていたため、その活動はほとんど知られることがなく、1972年にアルバム1枚を発表して解散した。1977年に発表したリーダー作、ラブプレイには、デイビッド・サンボーンやマイケル・ブレッカー、スティーブ・ガット、デビッド・スピノザ、ウィルリー等の名手が参加しているが、発売当時は話題には上がらなかった。 日本で知名度を得るきっかけとなったのは1978年にピアニスト、キーボーディストの深町淳が中心となり結成されたニューヨークオールスターズの日本ツアーにて、前にエリの曲、ラブプレイがフィーチャーされ人気を集めたことである。これにより、自己のアルバム、ラブプレイも注目を浴び、1970年代後半のフュージョンを代表する一枚となる。 翌年に、マイケル・ブレッカー、ドン・グロルニック、エディ・ゴメス、スティーブ・ガッドと、ステップスを結成し、日本のフュージョン界で活躍するギタリスト・渡辺和美をゲストに迎えたツアーで代表版を得る。またこのツアーが縁で1980年に、渡辺和美の代表作の一つとなる、2CHI 化をプロデュースしている。ステップスは1983年に、 エレクトラレコードと契約し大きく進出しようとするが、すでに同盟のグループが存在していたため、ステップスはヘッドと改名する。初期はアコースティックジャズをメインとしていたが、徐々にエレクトリックジャズへとシフトしていく。1992年には、自己レーベル NYC レコードを設立する。2004年夏、日本で開催されたマウントフジジャズフェスティバルに出演するため限定的に、 ステップスはヘッドを再結成。あまりにも好評であったので、その後も世界ツアーを行った。2007年現在、両友マイケル・ブレッカーを病で失いつつも、若干のメンバー変更を行いながら、ライブ活動を継続している。近年は、ソロ活動は少ないもののデイビッド・サンボーンのクローサーにゲストで出演。ありがとうございます。